はい、皆さんこんにちは、林です。今日はですね、無印良品で購入できるおすすめの収納を5つ、ご紹介しようかなと思います。特に今ね、新生活始められてる方非常にね多いかなと思うんですけど、まあ、この新生活ですね、まだまだ収納とかがね足りていないだったりとか、インテリアがねちょっと決まってないんだよねという方もね多いかなと思います。で、特にこの動画を回している5月のね上旬は無印良品週間ですね。無印の会員であれば 10% オフで購入できるねキャンペーンとかもやっているので、ちょうどねこういった収納とかをねまとめ買いする絶好の機会なんですよ。まあ、なので今回は、特に僕の家はですね、結構無印のねアイテムで揃えているっていうのもあるので、この僕がおすすめする無印のねおすすめ収納、機能性とかデザイン性の中で5つ今回選んでみましたので、ぜひね参考になるかなと思います。ではね、早速詳細いってみましょう。はい、ということで今回はですね、おすすめの無印収納5選ということで、早速ね1つ目ご紹介していきます。1つ目はこちらの衣類収納ケースというものですね。これが確か2000円近くで購入できたかなと思うんですけど、まあ、名前の通り、あの衣替えをした後に、あのまあ季節外れのアイテムをこの中に入れれますよっていう、そういったアイテムになります。まあ、ちょうどね今あの春から夏にかけてあの衣替えやってる方もね多いかなと思うんですけど、これ開けると、まず開け口がめっちゃ広いんですよ。こんな感じで。で、この中には、僕はこの毛布とか、あとは冬着ていったこういったニット系ですね、を入れています。まあ僕の動画ね、冬から見ている方は、あ、こんなの着てたよねってね、思い出される方いるかなと思うんですけど、まあ、ちょうどね、もう季節も、春から夏に変わろうとしているので、この中に入れてるって感じですね。まあ、これのいいのはやっぱり完全にねこのチャックで閉められるので、ホコリが入る心配がまずないっていうところですね。そしてこれ綿麻根で作られているので非常に柔らかいんですよ。まあ、なので場所も取らずにクローゼットの中にしまえるかなと思うので、こういった季節的なアイテムですね、ニットとかはねどうしてもハンガーのままかけてしまうと型崩れしてしまうね原因にもなるので、こういった衣類収納ケースに入れて保管しておくのがいいんじゃないかなと思います。ってことでね、1つ目はこちらの衣類収納ケースですね。まあ、ちょうど今衣替えのね季節かなとも思いますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。はい、では次2つ目はこちらのちょっと名刺が入っていたやばい、ではね気を取り直して、2つ目はこちらのデスクトップツールボックスというものになります。あの木製のシンプルな収納ボックスなんですけど、まずここですね、深いところにはこういった文房具を入れられるし、浅い収納が2つあるんですけど、こういったところには、僕の場合はこの名刺入れですね、ちょっと落ちちゃった、はい、名刺入れとか、そしてもう一個のところにはモバイルバッテリーを入れています。これですね、アンカーさんのモバイルバッテリーとかケーブルとか入れてるんですけど、これはですね出窓に置いて、ちょうどね出窓の下が僕のデスクになるので、デスクで使うようなアイテムを置いています。まあ、文房具、バッテリー、名刺入れっていう感じで、仕事で使うアイテムをこんな感じですっきりまとめられる収納ボックスになるんですよね。でなおかつおしゃれっていうところが、すごく惹かれました。価格もね990円っていう安さで、あの1900円ぐらいね最初するかなと思ったんですけど、そんなに高くなかったんですよ。まあ、なのでデスク周りのですね収納としては非常に最適です。個別の動画もねこちらでチェックしていただければなと思うんですけど、まあ、他に使い方としてはリモコンスタンドですねとか、スマートフォンのスタンドとして使ってる方もね非常に多かったので、そういったガジェット系とか文房具系ですね、仕事で使うようなアイテムを一つでまとめられるっていうところで、ぜひね使っていただけるといいかなと思います。990円で買えますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで2つ目はこちらのデスクトップツールボックスになります。はい、では次3つ目はこちら、柔らかポリエチレンケースになります。まあこれはね無印昔から知ってる方は、知らない人はねいないんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこの収納のねラインナップの多さっていうところです。これはい、大きいサイズ、まあもちろんこれよりも大きいサイズあるんですけどとか、これぐらいのミニサイズみたいな形で結構種類豊富です。こちら無印さんのホームページのねちょっとスクリーンショットしたものなんですけど、めっちゃあるんですよね。こちらの柔らかポリエチレンケースは、まあ、困ったら買えっていう感じですかね。本当に何でも入るんですよ。まあ、例えばちっちゃい小物とか書類とかを保管するようなボックスとして使ってますし、そしてキッチン周りのアイテムを収納するためのボックスとしても使っています。そしてこちらの小さいサイズは、洗面周りの下のですね
例えば予備で持っている化粧水だったりとか、あとは洗濯ネットとかをまとめる用の収納ボックスとして使っております。なので使い方としては多種多様なんですけど、特にこの大きいサイズに関してはもう僕3年以上使っておりまして、こちら蓋今つけてるんですけど、蓋別売りなんですよね。こちらちょっともう3年ぐらい使ってるのでもう傷がすごいんですけど、なのでこんな感じで蓋でも留められるので、ちょっとした、書類とかもそうなんですけど、あと活用事例としてはここ穴が開いてるのでケーブルのね配線周りを整えるための収納としても使ってる方は非常に多いです。困ったら買えっていう感じなんですけれども、材質も非常に柔らかくて、そのままねクローゼットとかに置いていてもそんなに生活感出ないっていうのがね、この柔らかポリエチレンケースの最大の特徴だなって思いますので、書類とか食器とか洗面周りとか、あとは配線周りとかですね、何か収納しなければいけないものを一つにまとめられるので、困ったらまずねこの柔らかポリエチレンケースを買うのがいいんじゃないかなと思います。価格帯も500円以下から1000円近くするものまで、サイズによって豊富にあるので、ぜひ店頭でサイズ感とか見てみて自分に合うケースをね買うといいんじゃないかなと思います。ということで3つ目はこちらの柔らかポリエチレンケースになります。はい、では次4つ目はこちらのポリプロピレン小物収納ボックス3段っていうアイテムになります。これは洗面周りで設置している小物収納ボックスになるんですけど、引き出しが3つついてるんですよね。なので本当に細々としたものを収納する際に最適なボックスになります。でこれをね洗面周りで使ってる理由なんですけど、やっぱりなんといってもこの白ですよ。僕の家のね洗面周りは基本的に白のアイテムで統一してるんですけど、例えばですよ、今ここに置いてるのだとこういったコンタクトですね、こういった細々としたものはやっぱりこのボックスに入れた方が綺麗に収納できますし、あとはねチューブ状のスキンケアアイテムとか、歯科のクリームとか、あとは日焼け止めとかですね、このあたりは全部このボックスに入れて管理をしております。なので本当に細々としたアイテムを、例えばこういった3段のボックスであれば縦で収納できるので、まずね横の場所を取らないっていうのが非常にいいんですよね。っていう感じで場所を取らずにちっちゃいものを収納したいという時に最適ですし、これ横でも使えるんですよ、実はこんな感じで。なので縦でも横でも使えるっていうところで、好きな方で使うのが一番いいかなとは思うんですけど、この3段もしくは、これ6段のものもあります。お好きな方を選ぶのがいいかなと思うんですけど、3段の方がねもちろんここの幅もあるので結構大きなものまで入ります。ケーブルだったりとか、あとはスキンケアアイテムとか、もちろんねコンタクトも大量に入るので、そういったちっちゃいものですね、特に洗面周りでおすすめしたいのは、やっぱり洗面周りってねそういった細々としたもの結構多いかなと思うので、場所を取らずに収納したいという方には非常におすすめですね。ってことで4つ目はこちらの小物収納ボックス3段ですね。これが確か2000円しなかったと思いますぐらいの金額で購入することができます。はい、では次5つ目、最後はこちらの A4 ポケット付きマルチ収納ケースっていうもので、本来は車のね後部座席につける用の収納ケースなんですけど、僕の家ではこれクローゼットの細々としたものをまとめるアイテムとして使っています。これ本当はねこんな感じでコンパクトにまとめられるんですけど、ここにまずフックがついてるんですよ。ここに紐があるのでこれをフックに引っ掛けて使っているんですけど、まず一番後ろにこうメッシュのねこんな感じでケースがあるんですよ。なのでここにはねこういった旅行で使うような充電ケーブルを置いてるし、あとはね街の広い収納もあります。ここがね3つついてるので、衣類用のねブラシとか、あとは旅行で使うね収納ケース、衣類用の収納ケースとか、消臭スプレーとかも入れてます。街が広いのでこんなものを入れても全然落ちないというところと、あと最後ここですね、ここにはサウナハット入れる用のこのケースとかも一緒に入れてますっていう感じで、クローゼット周りもねやっぱり小さいものあると思うんですけど、収納場所に困ってる方ってね結構いるんじゃないかなと思うんですよ。そういったクローゼット周りでの細々としたものを一つにまとめられるっていうところで、結構これね僕が動画で紹介してからクローゼットで使ってる方ね増えたんじゃないかなと思います。これ2400円ぐらいと、ちょっと高いかなと思うんですけど、
まあ、シンプルだし、まあ、他にもねこの間が広い収納ボックスのところには例えば下着とかも入れられるかなと思いますので、まあ、クローゼット周りの収納をコンパクトにまとめたい、そしてこれ持ち運びも実はできますので持ち運びできるようなものもね何か入れたいという方には非常におすすめできる収納ケースになるかなと思います。ということで最後はこちらの A4 ポケット付きのマルチ収納ケースですね。これがね確か2900円くらいで購入できたかなと思います。はい、ってことで今日はね無印良品のおすすめ収納5選ということで5つのね収納ピックアップさせていただきました。特にね良品週間冒頭でもお伝えしたんですけどまだやってるかなと思うのでぜひねこの良品週間でおすすめの収納をチェックしてみて、購入検討してみてください。はい、ってことで今日はね収納の紹介だったんですけど、まあ、普段からシンプルな暮らしを軸に動画をね撮っておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。あとはインスタもやっております。インスタのね、こちらID はここに書いておりますのでぜひねこの無地林と検索していただくと僕のインスタ出てくるのでフォローよろしくお願いします。ということで今日はですね動画以上になります。また次回の動画でもお会いしましょう。それではバイバイ。